どうやら足りないものが分かったようだな。カミソリの動きは鋭くても殺気がないと見極められました。常に動じることなく肝を据えて冷静に正しく判断すること、それが武徳の一つ。トン、武徳の一つ、タン。度胸は誰にでも持てる。しかし、その使い方を誤ると、落ちるところに落ちるだろうな。あんたが無邪気に茶碗陣を使ったように。そういうことだったのか。聞きました。周衛さんのお兄さんのことを。お兄さんが何で出て行ったかは知りません。でも周衛さんはその理由が正しくないと思ったんじゃないですか。なぜそんなこと。ずっとわからなかったんです、あなたが俺に協力しない理由が。でも最初に会った時、今のままではあなたの行いもいずれ邪道に落ちるでしょう。あれが俺を心配して言った言葉だとしたら、周衛さんは邪道に落ちた誰かを知っているんだと思って。あなたがここに来たというのを今一度教えてもらえる。親父の殺された真相を知る。真相を知ってどうするの。